小口山古墳は、大阪府羽びきの死刑座にある古墳。形状は円墳。史跡指定はされていない。終末期古墳であり、内部に一個の巨石をくり抜きいた横口式石っがある。史跡、峰月花古墳の正方200メートルにある、終末期の横口石っを持つ古墳である。1912年、開墾によって発見され、 北定基地によって、河内察との掘り抜き石棺として紹介されており、広古学史上著名な遺跡である。1979年から1980年にかけて、羽びきの四紙編さんの関連で、発掘調査されている。計30メートルの規模を持つ塩墳と見られ、墳形を整えるために、東側と北側の地山を削って、集合を整えていることが判明した。 噴球の高さは現在は2.5メートルであるが、本来は5メートル以上あったと推測されている。横口式せっかく開口部主体部の横口式せっかくは、長さ2.7メートル、幅1.6メートル、高さ1.6メートルで、一つの脳型体の巨大な二上の山さんの白色業界岸をくり抜いて作っている。南に大きな開口部があり、 内部の奥行きは2.13メートル、幅は入り口が最も狭くて0.87メートル、奥壁は広がって1.17メートル、高さは0.63メートルある。せっかくの外径は南北に長い箱型で、天井部の四辺を斜めに削って屋根形としていて、上面の平坦な天井部分は長さ2.14メートル、幅0.96メートルある。全体の外径は、 家型石管に近いが、縄掛け突起などの形跡はない。この石角は、地山の上に直接に置かれたのではなく、長さ一点七メートル、幅一メートル、厚さ三十センチメートルの遺体紙を三枚敷き、並べそれを台座にして据え付けられている。さらに、南側を除く東、北、西の三側面には、石英安山岩の自然石からなる大型の塊石を積み上げて、 森石としていることが判明した。これらの側壁に用いられた塊石の大きさは、大小不揃いであるが、最も大きいものは一辺で0.9メートルある。副装品などの異物は検出されなかったので、異物から年代を決定できないが、せっかくの形式から見て、7世紀の第4四半期を中心とする年代に否定できる。ありがとうございます。